注意。この動画は韓国系バミンが掲示板に書き込んだレスを、動画投稿主が翻訳しまとめたものになります。コリアカップに対する韓国系バミンの反応、に対する視聴者の反応集。リメイクが優勝したら川田騎手も笑うだろうね。相変わらず競馬マシンですね、川田さんは。みんな日本人騎手は川田が最強って言ってるけどさ、川田より竹の方が最強じゃないの？竹が今回韓国に来てたならそうだろうね。コリアカップって国際基準のグレードだと何なんだっけ？ G3 だよ。だから賞金を上げながら海外馬を呼んで国際クラスを上げないといけない。韓国には国際 G2 以上のものがないんだよ。今回また北三三区、ウィルソンテソーロが勝てば面白いですね。ウィルソンテソーロって北三三区なんだっけ？ウィルソンテソーロが北三三区で、ウシュバテソーロがオルフェーブル三区だ。馬たちはなぜ始まる前にぐるぐると回っているのか。ドーナツ作り。ウォーミングアップは大事だからね。私たちもウォーミングアップをしないといけない。ジャスパークローネのダンノは一体誰ですか？ダンノはよくわかりません。ダノンデサイルとは特に関係がありませんか？ダノンデサイルに会いたいです。デサイルはおそらくトイレに行けば会えると思います。2着と3着で1秒差。後ろは近づくことすらできなかった。2410メートル未満の川田は神だ。見た目は似ていても、スペックは対極なんですね、馬は。日本の騎手は馬上でじっとしてるね。騎手が軽快によく乗って、何もしなくても、あまりにも簡単に抜かれる。リメイク2連覇。おめでとうございます。この解説のひどさは何ですか？青島を雇え。青島90分解説はどの鬼畜が思いついた発案か。2分ですら苦労しているのに。放送解説ではなく、現地解説はいいんですけどね。日本みたいにダイナミックに放送したら怒られるのかな。後ろの子供たち、韓国馬は全然上がれてないね。それでも去年より着差は減ったかな？ウィニングランかわいい。韓国はレース間の時間が長いようで、どうやら川田さんはサインもしてくれるそうです。川田はなんだかこの人に似ていませんか？有力首相候補だったのに。日本は首相候補も騎手をしている。やはり競馬の国。インタビューでもやはり次期首相候補らしい発言をしますね、川田さんは。首相候補は宣伝のために海外の競馬にも出てくるんですね。コリアカップは誰を応援しようか迷ってしまいます。スペの子孫のクラウンプライドを応援すべきか？ウィルソン優勝。ぶっちゃけ北三三区は G1 ですっごくよく走るじゃん。ウィルソン、ウィナーズマン、グローバルヒットのどれを応援すべきか？クラウンプライド2連覇達成だね。でも去年よりは緊迫感があったね。クラウンプライドが安定だと言ったはずだ。実際、クラウンプライドが危なかったところ一つもなかったよね。ウィルソン、あなたはまた2着ですか？また2着ですか？ウィルソンは凱旋門も2着になりそうなので行こう。ウィルソン、この万年2着は何なんですか？ウィナーズマン、グローバルヒット両方とも魔界から出てこなかったような気がするけど。最後のコーナーでも見えないところを見ると、ウィナーズマンは故障しているようです。韓国に2回来て、すぐに 1.6 億持ち帰っていく馬。今日も新聞に、日本にお金をばらまく韓国競馬、の記事が載るぞ。そういう馬が来てレースをすることで、見る人のレベルも上がるし、韓国のレベルも上がるんです。勝ったのはたけしですか？日本のリーディングサイヤーファミリー、横山家。クラウンプライドはサンデーサイレンスの 3×4 なんだね。中継で北サンブラックとスペシャルウィークの名前を聞くことになるとは。韓国国産馬がジャパンカップに出る日があるのか。国内競馬が発展していますが、まだ行く道が遠く見えます。しかし、韓国の馬が国際 G1 に勝つのを見たいです。日本の立場でコリアカップ出場はサッカーでいうと欧州プロリーグ選手が近所の早朝サッカー界プレイする感じか。国内でもオグリキャップのような馬が出ないと。オグリキャップ級の物語が国内で作られるのが可能かどうかは疑問ですね。まず、競馬に対する国内での認識が最悪の状態なので、この状況を解消するのは簡単ではない。日本でもジャパンカップは勝てないと言われてました。それこそルドルフ以来かなり長く勝ってません。ルドルフの次の日本馬優勝は誰？オグリじゃなかったか？オグリはジャパンカップに勝ったことはない。ホーリックスに少しの差で敗れた。ウィキによればルドルフの次は帝王です。
帝王はウィニングランの時にコールが起こったという話は聞いたことがある。2006から2023まで日本が全部勝ったね。やはり日本にはまだまだ叶いそうにない。韓国競馬がもっと発展して日本より先に行けるようになることを願う。